のんちゃんのアンブレラマーカー紹介です。で、これがアンブレラマーカーです。私一番お気に入りの商品なんですけど、アンブレラマーカー。ね、可愛いですよね。これをですね、まあ例えばこれが傘だとして突然出してくる。こうやって引っ掛けるだけでいいんですよ。で、傘にこれ私のっていう目印になるっていう。すごくないですか？良くないですか？だからこういうことですよね。傘を差してて、こうやってこうなる。ちょっとここにあれがないですけど、こういうことです。で、ここで見えるっていう。で、あれ？傘そう、さっき用意しましたよね。あるんだって。持ってきてくださったんですね。あったあった。ちょっとすいません。なんか、あ、すいません、すいません。くるくる回転して。こちら、傘がありまして、ここに、ほら、くっつきました。もう簡単にくっつくからな。くっつくからな。くっつくからな。ちょっとライト当たってるところが見やすいかな。どうですか？どう？可愛くないですか？これ。曇りを選びました。私一番この柄がお気に入りなんですけど、ちょっと。うん。そうで、雲の中にアフタヌーンって書いてある。ちょっと、誰か。あ、難しい。暗い。はい、ということで。で、これを、じゃあ刺してみますか？カチャカチャ言ってるの、聞こえますか？気になりますか？じゃーん、じゃーん。これで、こうなって、ここにいるっていう話です。なんか難しい。そういうことになります。ちょっと。あ、こうかな？あ、ひっくり返ってるんだ。なんか文字見えないなと思ったら。こういうことです。どうでしょうか？いかがですか？危ない。傘でなぎ倒しちゃいそう。さあ、ということで、ぜひアンブレラマーカー。あ、今日はこの曇りのやつにしたけど、明日は、ちょっと、もう一個ある。もう二個ありますからね。てるてる坊主と、そう、雫にしようかなとか、あとは、あと、私はじゃあこの曇りのやつで、父は雫、母はてるてる坊主に傘とかね、みんなでそれぞれ、ビニール傘いっぱいあるじゃないですか、家に溜まりがちなところを、これはあなたの、あなたのって分けることもね、こう目印になると思うので、ぜひつけてみてください。結構このゴムの部分が伸びますので、どんな傘のこの持ち手の太さにも対応しているかと思います。気に入った、なんか傘差すのが、こう、ルンルンね、楽しくなるような商品になっております。3つセットで、1000円ちょっとなので、だいぶお得だと思います。ね、傘スタジオで差すことそうそうないですし、ね、傘差してる、どうです？なんかいいですね。傘差してる姿あんまり見せないから。ね、あ、さあ、ということで。傘につけるこのアンブレラマーカー紹介していきました。傘って似合うとかある似合ってたらなんか何よりですけれども。まあ、さあということでアンブレラマーカーを紹介していきました。ちょっと一旦傘を置きまして。あ、さあということで。ごめんなさい。私が悪いわ。勘違いしちゃいました。